かな老人とは自分のことです。お利口な青年も一緒に考えよう。参政党が保守、その他がリベラル？違うの？リベラルとは自由？自由に伝統をぶっ壊すの？伝統を守るのは当たり前だよね。嫌なら外国がいいよね。日本はどう見ても女の方が強いと思うよ。電気自動車か？トヨタ潰れちゃうね。LGBT 法か温泉が全滅してしまうと言ってたよ。ダボス会議で決まった横文字なんでしょう。逆らったらどうなるの？戦争？男系だから継承してきたんでしょう。分かりきってるよ。